磯は、京都府京丹後市網野町の地名。大技としての名称は、網野町磯。地区の北側一帯が、山陰海岸国立公園に含まれる、統計135度の四五線が通る集落である。西五前の生誕地として知られ、多くの関連史跡が残る。地名の磯は、日本海に面子後輩を山に囲まれた水際の、集落の立地から、磯浜の磯であるとみられる。 一方で、宮津市の阿蘇海の祖と同じく白木の言語、空プルの祖から来ており、近在の鴨神社、白滝神社など白木に縁ある史跡が集中する地域であることから、白木由来とする説もある。磯区内丹後半島の豊岡、久美浜、峰山を結ぶ国道よりも大ね北側の地層は、海岸段丘がよく発達し、東の方ほど海面より高くなっている。 その最も高い場所を虫が小山と呼び、旧網野町の集落は、その山の周囲を取り囲むように展開している。いそは、その中で最も北に位置し、日本海に面する。山陰海岸国立公園の一部にあたり、南は山で覆われ、地区の大部分を山林が占める。東に網野町浅間川、西に網野町潮の江に接し、地区内を、 東京135度の四五線が通る。集落は小さな宅地が重なり合って、一階となり、崖にへばりつくように形成されていて、古老は、磯に嫁入りするにははしごを忘れるなと語ったと言われる。その集落の中央部を切るように、東西に不動浜詰網の線が走る。この地域で初めに集落が形成されたのは、掃除谷川が日本海に注ぐあたりとみられる。 掃除、谷川の下流のほか、特に、岩山に、多くの古墳が確認されており、その形状は、直径8メートルないし15メートルのものが、南北に3個ずつ並んでいるのが特徴とされる。岩山は古代と近世に2度、山津波を起こしており、明治の初め、その土砂でできたと伝わる場所に、磯小学校を造成した際、土器や、クワ等が多数出土した。 聖御前生誕の地、宮津府市によれば、聖御前とその母である、磯前寺の出生地とされる。生は6歳で母と共に上京して、祇園の白拍子となり、18歳で、源義経に見染められてその妻となったと伝わる。28歳の年の1190年に、義経が欧州平泉で討ち死にすると、鎌倉の源の頼朝方に捕らえられたが、 許されて密かに距離である磯に戻り、言い寄る源氏の老頭を退けて殺薄い余生を送ったと伝えられる。没後、磯にはその母台を弔うべく勝者が建立され、聖神社と名付けて、聖御前を祀る。この勝者は後に現在地に移転したが、北丹後自身まで祀られていた元々の場所は、聖御前の聖丹地とされるおかじであるという。竹野軍師が伝えるところでは、 元々は、甲府村に、磯野市という一族が三個あり、当時は、川東と呼ばれた小屋谷に今日構えていたが、生活に不便な土地だったため、やや東南に位置する大勢に移住し、その後さらに岡事に移住した七個の中に、生の父、磯野義継がいた。中世、山陰地方はすでに大陸との交通や、貿易の要衝として開かれており、また、 潮流に乗った外国の難破船もしばしば磯に漂着した。聖の父をはじめ磯の州は漁業と農耕を兼ねつつ、海運にも携わることで生計を立てていたとみられる。磯は、歴史的には、木津省の一部である。木津省は、古代の木津里の地に開かれた荘園と考えられ、室町時代には、上鴨神社の車両であったと思われるが、詳細は不明とされる。 慶長県地合村町では、磯村のほか熊谷村、岡田村、浜爪村、塩井村が含まれた。木津城は、江戸時代の約300年間に、宮津藩領から幕府領へ、再び宮津藩領へと明治を迎えて、宮津県となるまで再三再始書領が変遷するが、宮津藩領であった1617年、京国高広が純国の際に、同地の聖神社の由来を、 土地の者に尋ね、総左衛門なる天が持参した箱に、源義経が、吉野山から送った、磯の相談宛ての消息があったことから、津省から磯村として一村を独立させたと、単語休時期は伝える。なお、この消息は1782年の大化で、失われており、定かではない。磯村としての記録は、近世、慶長県知合尊重に、 木津省のうちとして記載されるのが、現存する最古の記録と見られる。その後、遠方3年後お村長では、磯村の村名は記されておらず、96,409国の木津省浜分に含まれると考えられている。1681年宮津領村高町にも、村名は見えず、三百二十八国のキズ省浜分に含まれると考えられている。 1888年、西に隣接する塩の江村と共に浜爪村に合併される。磯村漁師は塩の江村漁師ともども浜爪村の砂場沖より漁に出るようになったため、浜爪村漁師との間にいさかいが生じ、1890年に裁判によって和解した。1903年磯浅間川間の海岸道路が完成する。この道路は、 後の北丹後地震では、ひび割れや崖崩れが多発し、歩行も困難な状況となるが、磯に、隣村との陸路が開かれた最初の例とみられる。1904年には、村民5名が、日露戦争に出兵し、うち2名が戦死、戦病死した。終戦後、磯では、赤岩に小屋を建てて、ダイナマイトで爆破したり、古い船を飾り立てて、村内を引き回して、 戦勝を祝った。磯の民家はこの頃、多くがかやぶき、またはわらぶき屋根であったため、ひとたび火災が起きれば、家屋が密集した集落の累章は著しく、しばしば大火に見舞われた。1912年の大火では、村内20戸が消失した。翌1913年から1917年にかけて、学校林や奥山に、杉苗や檜の松、 霧など合わせて7650本の植林が行われた。1915年5月、磯小学校の小学支援制度により大学進学を果たした溝戸市理夫佐像が当時世界一と言われた反射鏡を発明して著名となり、皇太子だった昭和天皇が工場を見学、発明品を見てお褒めの言葉を賜ったという。これを祝い、 磯小学校と浜詰小学校では当日を臨時休校とした。1919年、磯小学校を会場に初めての区民運動会が開かれ、夜には安ど行列や赤岩に火を灯して白焼きの余興が行われた。1920年頃から村に自転車が登場し、乗る人が現れるようになる。1922年10月10日に磯で 初めての伝統が灯り、近代化が進んだ。1927年3月7日の北、丹後地震で、一帯は大きな被害を受ける。70個余りのうち半数が、全半壊し、わらぶきの家が多かったため、倒壊しなかった家屋も、火事でほとんど全焼。火災による被害の大きさは、近隣の浜詰村や、塩の江村と比べても、群を抜いていた。磯村では、 死者20名、重症者14名、軽傷者62名を出した。いっそは、風が強く吹くため、降雪があっても屋根の雪はすぐに溶け、雪下ろしの必要がない土地である。しかし、この年は珍しく、大雪があり、2月26日から3日降り続いた、雪がまだ平地にも残り、家屋周辺では、屋根から滑り落ちた雪が日差しまで積もっていた。 7日当日は好天に恵まれて、海はなぎ、漁師は全員失業して、帰港するかしないかの頃合いに起きた惨事であったと伝えられる。震災後、再建された栄華は皆、河原武器となった。磯区内太平洋戦争中、磯では1937年8月25日に、初めて召集があり、1945年の、 終戦までに18歳から39歳までの17名が戦地で死亡した。1950年、島津村、木津村と共に磯を含む浜詰村は町村合併によって網野町となり、磯は網野町の大技となる。初代の磯の町会議員は水本義雄が一号を務め、民生委員に松本雄太郎が就任した。1951年、 磯小学校に初めての電話が仮設され、1954年には白黒テレビと区民の投資により放送設備が備えられた。この頃の磯ではオートバイに加えて自動車も年々よく走るようになっていたという。遺族住民の自動車は1964年の時点で21台となった。1961年には 磯区内で町の水道が完成し、1962年に観光式が行われた。磯には井戸を持つ家はなかったので、各家に簡易水道が引かれるようになる以前は、聖神社の裏に流れる神谷川に水汲みや洗濯に行き、後に村内二三箇所に作られたコンクリート製の山水貯水場で生活用水を得ていた。丹後地方の山間部集落各地に、 甚大な被害をもたらした1963年の三八号雪では、磯の平地でも積雪が2メートルに達して、車という車が使えず、ソリや肩に荷を担いで、徒歩で網のまで出たという。磯漁港では、1963年に施考費600万円を投じて堤防が築かれ、完成した。その後、1982年に防波堤が完成した。平成元年、 磯集会所が完成する。2004年の町村合併で、京丹後市の大技となった。磯区集会所天明年間に六十数個、1868年には72個が居住し、当時としては大きな集落であったという。1927年の北丹後地震時点では、明治初期とそう変わらず70個余りが暮らしていたが、震災後、浅間川や都市部への離村が進み、 1950年に網の町と合併した時点で50個余りに数を減らしていた。1970年代後半の記録では45世帯227人が居住し2007年時点で33個まで減少した。21世紀における集落は不動浜詰網の線を挟んで海岸側と山側のそれぞれの断球場に展開する。大正時代には 東組、中組、西組の3組に分かれ、組対抗の運動会などが行われた。各組それぞれに2つの隣組があり、正月7日の校などは、この6組の隣組単位で行われたというが、21世紀には個数を減らしたため、平均6個からなる5組の隣組で校が開かれている。 朝も川方面から望む磯の漁港磯の港古くから旋回漁業を主とする漁村集落である。わかめ、海苔、サザエ、アワビなどの水木鏡漁法は特に盛んに行われ、愛も谷ワカメが特に知られる。沖合漁業もよく行われ、近在に高栗と呼ばれる高漁場を持つ。磯沖は丹後の海の宝庫とされ、兵庫県方面からの漁船もここ漁場とした。 近世以前から様々な漁法が行われたと区伝されるが、文献による資料は1782年3月の大化で失われ、残されていない。中世以前、集落が小屋谷にあった時代には、祖父国の黒岩の西に船着き場があったとされるが、生午前の唐ら、磯の州の時代に大勢に移住すると、入りの浜を船着き場とした。本。 浜を漁港とするようになったのは、江戸時代の末期以降と見られる。磯浜から沖を見て、磯の人々が認識している村の海と外海の境界を、間口と言い,い、ここに波が立っている時に寄港するとするのは危険であるとして、鴨神社とあたご社の2箇所からのろしを上げて、沖に知らせた。のろしを見たら磯浜に戻ることはせず、真音などに寄港した。1904年頃から、 津島方面にも出漁していた記録が残る。1914年の記録によれば、当時の漁船の出漁形態と、数は、柔を一本釣り1 0層、鯖一本釣り1 0層、鯛一本釣り13層、小麦を一本釣り13層、水狙い鏡量30層のほか大敗縄量などである。この当時の磯の漁師は、 ほとやぐらのみの漁船で5から10回里の沖合で漁をしていたため、天候の急変による海難にも多く見舞われた。1914年には5層の漁船が遭難し、村民7名が推しする惨事となった。潮の江方面から見たいその海と、集落漁業が盛んな磯でも、自活の必要性から少ない土地を切り開いての農耕も行われた。近世には、 数百人が暮らした集落であるのに対して、工作面積の少ない磯では、山の頂上に至るまで工作され、京商地にも移出見し、土手を築いて、田畑とした。主に大麦と干渉を育てていたとみられる。昭和期以降は、梨の栽培も行われた。山風の吹かない場所を選んで開墾し、主に20世紀梨を50から60本植えたという。21世紀初頭には、 樹齢100年に及ぶ老樹を持つ家もあるが、当初5から6個で始まった梨栽培も2個を残すのみとなった。近代、この集落に特徴的な産業にかかりそう制度があった。現金収入の一助として村を挙げて夏草を借り、船で多村に運んで販売した。磯の草は塩分を含んで、鎖が早く他の肥料層として良質で重宝された。 近代以降では、単語チリ面に代表される織物業が盛んに営まれるようになり、農業漁業は兼業に移行した。教法年間に西人で大化があり、単語織物の需要が伸びたのを機に、イモと金七なる人物が磯で、初めてチリ面業に着手したと伝えられる。1898年頃には、養蚕も盛んに行われるようになった。1920年の時点で、 磯の村内に畑屋は7個あり、約50台の木が稼働していた。1927年の北丹後地震後も畑屋の個数に変わりはない一方で、木数は増え、浮川方面など村外から多くの女工外層を訪れ、住み込みで働いた。1930年頃には7個共同の工場も、聖神社の東南のあたりに建設され、ドイツ製50馬力のエンジンを導入して、 火作業を行った。第二次世界大戦中には一時抑制されたものの、1955年頃には貸し器が増加、織物業者は岩戸景気を受けて、1959年頃から1965年頃にかけて急増した。農飯期など、親の多忙により、幼児が労働の妨げとなる時期に、寺院が託児所を開設して、 幼児を預かる奉仕活動は、網野町地域においては、昭和戦前期には一般化していた。磯では、若カ狩りなどの農飯期を中心に、1937年6月に、磯神城小学校内に、季節託児章、1968年にも、政法案に、季節保育所が開設された記録が残る。1974年9月7日、 網野町は11月中旬までの期限で、磯区に季節保育所を開設し、ほぼ一人を配置13人の未就学児が入所した。町として磯区に季節保育所を開設したのは初とみられる。磯小学校は土地の石踏み1960年の磯小学校磯区民の教育、文化、親睦の拠点として親しまれてきた場所の一つに磯小学校がある。 磯小学校は、1874年6月、政法案の一室で開校し、当初は4年生の初等間以下程度の授業を行った。学生発足当時、網野町地域では小学校の4割が、このような陣を仮の校舎とした。1883年には2階建ての新校舎が、完成した。金六県、奥島、号の校舎の階を教室と、 市一階に、教員室、体操場、物置、教員住宅を備えていた。1889年に、磯人城小学校と改名する。1890年、学務委員の努力により、磯小学校の優秀な児童が高等教育を受けられるようにするための奨学金制度が発足する。この返済は、出世払いとされた。 1894年には貧困家庭の児童を対象に二部授業を開始するなど、磯の人々は教育を重視した。1915年には母姉会が結成され、青年会とともに学習や文化の向上を図って盛んに活動した。小学校に必要な設備である放送機材、サイレン、映写機、ピアノなどの数々の備品は、 いずれも移植民の寄贈によって1950年代から60年代にかけて整備された。1927年の北丹後地震では運動場が破壊され、二棟あった校舎のうちの一棟が半壊した。そのため児童は6月11日まで天幕で授業を受けた。校舎を新築するための費用は 磯の家庭1個あたり100巻目以上の肥料層のり取りで稼いだ金額の半分を積立金とし1929年に再建された。1958年9月には磯小学校が京都府の平地教育研究会の会場となり3日間の会期中89名が参加し宿泊した。磯小学校は1983年の学校合で 旧網野小学校が2校に分離し新たに開校した網野北小学校に統合された。児童数の減少がその理由である。3月30日に廃校式が行われ、109年の歴史に幕を閉じた。1971年の時点で学級数4、教職員数5名。児童数は1955年時点で35名。 1965年時点で21名、1975年時点で29名であった。尋常小学校当時、6年間は磯尋常小学校で学べた磯の子供たちは、卒業後2年間の高等小学校は網野の校舎に通った。網野までは平常時で40分、雪道では1時間かかった。雪が降ると、隣組から飛躍と呼ばれる1から2名が出て、 網ミまでの通学路の雪を踏み固める道踏みをして通学を助けた。長年、寺子屋的な場として村の教育や保育に携わった寺院、政法案は20世紀末には矛盾となり、老朽化のため2006年4月に解体された。跡地は共同墓地となっている。溝尻房像を検証した光うるうの森明治時代。 磯小学校の奨学金制度により恩恵を受けた者の一人に、溝尻工学工業所の創始者、溝尻ふさぞうがいる。溝尻は貧しい家庭に育ち、高等教育を受けることは不可能と思われたが、磯小学校の奨学金制度によって東京物理学校を卒業。1916年5月、当時世界一の反射鏡と歌われたサーチライトを発明、後に、 世界初とされる太陽炉を開発した。1925年5月、溝尻工学工業省創業、第二次世界大戦中に自宅と会社のすべてを空襲によって失い、一時恐竜の浜詰村に疎開するが、1947年5月には再び上京。東京大学の校内に溝尻研究所を設立する。発明家、企業人として、 成功を収める一方で、溝尻は母校である磯小学校に、溝尻小学校を設けて、後輩の児童を激励した。この小学校は1929年から第二次、世界大戦末期の1944年頃までの約15年間続けられた。溝尻は、磯小学校で講話を行ったり、学校図書の充実や浜詰小学校の校門。 浜爪村の施設建設等に多額の寄付を送るなど、母校の教育支援を中心に強度に大きく貢献した。その功績を称え、磯の聖神社の裏手の林に光うるうの森が整備されている。不動、浅間川磯間1959年、不動浜爪網の線が認定される。この道路は、浜爪塩のイソ浅間川網の間の1 1 4 6 3トルを、 しめし、浜爪と網野で、国道178号に結ばれている。しかし、磯は、沢清が、海岸にへばりつく、アワビのようなと形容した通り段階の集落であった。ため、磯潮の絵間の約2 4トルは、当初車両が通行できる道ではなく、昭和38年から昭和60年にかけて、およそ四半世紀をかけて行われた、改良工事により全線が開通した。 さらに、磯浅も川間では、平成元年に特格を取り除く工事が行われ、平成4年に磯地区内の幅2.7メートルの愛路550メートルを幅6メートルに拡幅する工事が行われた。この拡幅工事では、人家が連なっている地域であったため、家屋移転の必要があり、網野町は、旧磯小学校の跡地を代替地として住民に提供。 土地提供者の離村を防いだ。遺族詳細磯では、鎌倉で、源の頼朝方に捕らえられ、子を殺された、聖御前は郷里に戻り、江戸に逃れた、源義経が、密かに静かに愛に磯を訪れたとする説話があり、それにまつわる、数々の旧跡が語り継がれている。入りの浜を見下ろす、磯の展望台鴨神社網野町磯に関するカテゴリー。 ありがとうございます。